とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はね、これを使ってみようと思います。これ、輝くローブのクールダウン5です。ここにね、ポーションバリアつけようと思ったんだけども、全部、クールダウンにしてます。もうネタ装備です。これはもうネタ。ネタです。で、これ欲しい人はギフト会の時に配りますので言ってください。強いのかな？わかんない。まあ、実際ね、クールダウン4までしか使ったことなかったんで、いや、なかったっていうか、存在しなかったのよ。で、つい2日前、3日前に、存在するようになったので、まあ、使ってみましょう。どうなんだろうね、クールダウン5って。ものすごい早い。いや、早いな。早いな。ああ、これはすげえかもしんない。では、行きましょう。それでは行きましょう。巨大城壁ですね。で、カバンビルドの、夜の棒だね。うん。テンポセフトが多分いい感じになると思うんだ。で、武器は、回復しなきゃいけないので、フロストサイスをつけていきましょう。どうだろうね。クールダウン5。カバンが10秒だね。10秒クールダウンなので、どんぐらいだ？ 1 秒ちょっとで撃てるようになる。あ、やばい！固まった！あ、早い。発動が早い。あ、いや、でもね、1秒じゃない。2秒ぐらいだ。うん。再使用が2秒ぐらいですね。あ、思ったほど、めちゃくちゃ早いわけではなさそう。ああ、でもまあ、30秒のね、クールダウンのやつだったら、だいぶ体感的に違うんじゃないかな。10秒のやつは、クールダウン4とそこまで大差ないのかなと思いますね。うん。まあ多分30秒のやつは違うんでしょう。で、これが、ほんとね、もう火力に特化しまくってて、耐久力がもう皆無なのよね。うん。防具も、軽減ついてないし、ポーションバリアもついてないわで、食らうとやばいね。うん。なので、食らわないように、行きましょう。まあ、そのための、テンポセットで、テンポセットで足止めをしつつ、安全に倒していく感じ。だね。うん。それで行きましょう。いや、ただこれ矢がなくなるな。足りるかな。うん。できればショートボウ系の方がね、こんだけぴょんぴょんするなら、向いてるんでしょうけども。テンポセットがついてるこっちの方がね、安全ではあるんですよね。なので、この、お、危ねえ！一撃で半分減る。そうだろうね。うん。で、キャプテン、取りません。今回は。取らない。うん。今回の報酬がアーティファクトなのよ。アーティファクト。そのアーティファクトが絶対欲しいんで、ここは。花火出るんですよ。花火が出る確率が、3分の1。なので、ちょっと絶対取りたいので、キャプテンは倒しません。まあ、進んでいきまーす。それでは終盤戦に入りました。弱点が分かってきた。弱点はね、これは、やけどです。やけどにものすげえ弱い。うん。やっぱポーションバリアがないから突っ込めないのよね。なので、テンポセットで足をある程度鈍足にして、で、その後に、ちょっとこう、若干突っ込みつつ、逃げつつみたいな感じでやらないと、やられる。うん。これはものすげえね。雷にはね、強いのよ。帯電か。帯電には大丈夫なんだけども、やけどには弱い。あと、変更だね。そのあたりには、ちょっとものすげえ弱いので、注意が必要ですね。で、火力はね、クールダウン4のやつと、比べてみたのよ、今ちょっと。なら、断然クールダウン5が強い。全然違った。
ここまで違うかっていうぐらい、この回転率がいいんだよね。ガシガシ使うので、火力は断然こっちが上だね。うん、でも安全性は、クールダウン4のポーションバリア、あっちの方が上です。まあ、どっちを取るかだよね。もう火力超特化にするか。ああ見えなくなった、見えなくなった。一応ね、なんだろう、オフラインにして見えないようにはしてるんですけどね、やっぱそれでも、正体はよく来ますね。仕方ない。フレンドがね、700人ぐらいになってるんで、そりゃね、誰かしら送ってきますわ。うん。まあもう、こういう撮影の時とかは、基本的に拒否するので、お願いします。行くぞ。キャプテンはいないね。まあまあ、いたとしても、いやもう最後の最後だから取るか。もしもいたら。多分いないけど。いや、いそうか？いけいけいけ。これさ、クールダウンが、あ、クールダウンじゃない、カバンがまだ弱体化されてない時代だったらマジでこれ最強だったね。うん、絶対最強だった。だって敵が近寄ってきた瞬間に倒すもん。うん、この発動する回数が全然違うんで、速攻雷落とすもんね。よっしゃ。うん、あるね、あるね、持ってるね。よし、 OK で1300本、あれば十分でしょう。よし、でそこで最後です。いや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 、重力だ重力パルスだ、重力パルスでしたね。はいはいはい、そう、あれもね結構分かりづらいんだよね、重力パルスも。あー、引っ張るなって、あれ引っ張られると結構嫌だよ。あー、やばいやばいやばい、やけどがいる。いや、ちょっと待って、やけどと重力が一緒になってる、めちゃくちゃ嫌なやつ。ちょっと待って、あ、こいつは違う、こいつはやけどだけだ、やけどと防護か。ちょっと待って、あと1回やられたら終わりだ。待て待て、ちょっと待って、重力。それではやり直し、次こそ行く。うん、注意していきましょう。とにかくヤバそうなエンチャン、あー待って、変更がいる。ちょっと待って、もうもう最悪だ、今まで1回も出てきてなかったのに変更が。うわ、もうちょっと待って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 、こいつが、あ、こいつ最大ね。でこっちは、あ、上も、もう嫌なやつ本当に。待ってよ、ここを倒す。にゃー、こういう時に限って雷が出ない。よし、オッケーオッケー、倒した。よし、オッケー。マジで変更にむちゃくちゃ弱い。変更と、やけどだね。あれにむちゃくちゃ弱いです。でも火力は抜群。来た！何持ってる？何持ってる？帯電は最悪。いや、大丈夫。帯電がバリってなる時間を避ければいける。オッケーオッケー。オッケー。いやー！オッケーじゃないよ。さすがの HP だ。いや、ここ戦いにくいな。ここで行こう。やべ、入っちゃった入っちゃった入っちゃったそこから入るかい。 OK、 倒した。いやー、やられるかと思ったわ。はい、なぜここクリアしたかったかっていうと、報酬がね、アーティファクトなんですよね。言った？このこと言った？まあ、いいや。見てみましょう。花火が出れば大当たり。それでは見てみましょう。花火、もしくは地雷、どっちか。最
底パワーか。はい。ということで、クリアしました。254。うん。254。255。まあまあ、いいんじゃないですか。うん。とりあえず、花火の、255と254、これがあるので、装備できますね。あ、で、そうか、花火は弱体化されたのか。確かそうだったよね。連鎖反応が乗らなくなったような気がしたんだけども。まあ、確かそんな感じだったと思います。ということで、今日はね、これ、クールダウン5で使ってみました。火力は抜群です。もうすっごい火力出る。ただし、脆いです。なので、立ち回りは、ちょっと注意が必要ですね。うん。まあ、ネタ装備みたいな感じで、持っておくといいのかもしれません。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。